円柱状の完成度の線、どう考えるのか。私、小泉佐久間、長野市議会議員として、今、100万でも200万でも完成度に進出するべきだと訴え続けています。完成度と、関与と、責任を深める、そのままの話も、きれいではないかと、小泉さんは訴えています。完成度とフロントの職員の話を聞くと、とても理想の人です。では、1人でも2人でも、責任を発見して、発生ということを考えてもいいんじゃないかと、小泉さんは考えます。達成度はいつなんですか？今のうちないでしょう。税金か税金に上がる、それまでの間でいいんです。それまでは、支援をきちんとしていくべきだと、小泉さんは訴えます。それが、71億円という整備費を投じて、南側の運動公園総合駐車場を整備すると決めた長野市役所の責任ではないかと、小泉さんは訴えます。スポーツを中心とした街づくり、長野市はそう訴えています。しかし、何がその実態であるのか。サウスエラーの関与を深めることもこの一つですし、また私、小泉さんとは、NEA の中にあるオリンピック記念館、今は国際コーナーという名前でたくさん書いてありましたが、これをトリーゴの中に移そうと提案しています。オリンピックのみならず、スポーツのプロモーション施設と結合させる、この中心をポイントの中に、オリンピック記念館、博物館として設置しようと、小泉キャスターを伝えています。そこでもちろん、サウスエラについても、特別ステージがあったっていいじゃないかと、小泉キャスターは考えます。そういう場合は、あそこで、重要なサウスエラの試合は、そのことの試合なんかみんなで守りすぎようにしたっていいんじゃないかと、小泉さんは言っています。このような、ある程度、あるいはスポーツを推進とした街づくり、どう考えていくのかについて、小泉だけではなく、他の市長選挙に関心があると報道している方々、せめて訴えてください。小泉だけでなく、すぐに出ていただきたい。市民に声を届けていただきたい。そして市民の声を聞いていただく努力を始める。それは一体いつなんだ。今でしょ。東京都でも、今でしょ、知っている市長選挙があります。早速、市長選挙に関心のある方々、現職市長を忘れずの、顔色なんか気にしていないで、市民のことを考えて、政策を訴える努力をしていただきたい。小泉さんからの訴えであります。